ください。これでもう一つ倒しやすくなったんだ。あ、そう、あれですね。ね、そう、心悪かった、頭悪かった。そう、今じゃない。頭蓋骨の中で小胸骨も下方ずれっていうのがあったんですね。アホなこと言ってるぞ。でもこういうなんか夢みたいな話っていうのは、最初の話だけ聞いた時には何よ、うまいことと思ったんですけど、関節の動きなんかを追い続けてくると、あ、なるほどなって分かると思います。なんでそんなところに気がついたかっていうと。